sino yung bilhin mo, Matemax, Nobe, eh, o yung nabihan siya yung natin, kung punta niya sa Matemax na. Pero, misa na nakade, o puno, may gulio, gusto mo siya yung sunod sa sayo na namin, o yung nabihan siya yung kereba, na iba yung ito, kung punta niya. Pero, sa sila naman, yung nakastatino, o kaso, yung nabihan siya yung A reading from the book of the prophet Habakkuk. O Lord, how long shall I cry for help, and you will not hear? Or cry to violence, and you will not save? Why do you make me iniquity, and why do you idly look at the wrong? Destruction and violence are before me. Strife and contention arise. And the Lord answered me, write the vision, make it plain on tablets, so we may run who reads it. For still, the vision awaits its appointed time. Be hastened to the end, it will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come, it will not delay. Behold, his soul is puffed up. It is not upright within him. But the righteous shall live by his faith. The word of the Lord. Thank you.
leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus nos deu um espírito tímido, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito, com a ajuda do Espírito Santo, que habita em nós. Caminho Cotobato. しもべが、しもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆、果たしたから、果たしてはもう取るに違いない、取るに足りない、しもべです。しなければならないことをしただけです。とおりなさい。キリストに賛美。 今日のこの牧師の律のロード講義で、そのテーマが分かったと思いますけれども、信仰というのがテーマですね、キーワードだと言っていいと思いますが、10年前でしたでしょうか、京子様が信仰の年、信仰の年というそういうことであったわけですけれども、その時にこの牧師テーマを深めることができたと思います。 先ほど読まれた第一道の中で、アバククという預言者が神様に向かって文句を言うわけですね。この独裁者、このアバククという、この弱気という独裁者の方がいいのか、うまくいかないということですけれども、まあ、いろんなことがあって、最終的にイエス様、神様が約束してくださいます。見よ、傲慢なものを、 彼らの心は正しく悪いな、ありえない。しかし、神に従う人は信仰によって生きると。この信仰によって生きるという言葉が聖書の中で何回か出てくると思います。今日のこの聖書の読みから上がってくるこの手は、この信仰というのは、理論的なものではなく、日々の生活と関係する、
信仰と生活の関係のことじゃないでしょうか。まあ、キリストにとって当たり前だったんですが、キリストは全てを見てられたのです。私たちの場合は難しいです。信仰は私たちが作ることはできないんですね。神様の恵み、それを願うしかないと思います。一流デパートに行っても売ってくれるものでもないし、自分の力が及ぶものでもありません。でも信仰があれば心が強くなって、そこから聖人だとか殉教者がも生まれてくるということです。今日のこの福音の中で、エズ様がまたこのしもべの話をしてくださいます。この神に仕えるしもべですね。私たちはそのものです。そして神様のためにいろんなことをやっても、最後に私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけです。こんなことをやったからといって神様こうしてくれないといけないという、そういう取引みたいなものができないわけですね。この信仰というものは態度に出てくるはずであります。この態度が悪ければ、まあ、信仰が欲しいということですね。面白いことなんですけれども、問題のある国、共産政権の国だとか、あるいは独裁制度がある、そういう国の方が信仰が生きているということですね。そこには洗礼があると。それほど大きな問題がない日本のようなところでは、この洗礼を進めるということが言えるのではないでしょうか。この私たちはこの見ること、聞くことができること、測ることができること、この統計とかそういうことを信じるんですけれども、イエス様の教えはそんなものではありません。それでこの信じるとは何でしょうか。神を信じることや、特に信仰生活を営むことは、結局まとめてもしますと、神の御前に自分を置き、神を最高の価値、最高の宝として受け止め、神の目で全てを見、判断し、神との交わりのうちに日々の生活を送ると、まあ、どの状況にいても神に全てを委ねるという、そういうことではないかと思います。まあ、今日は私たちは保護者の指示の聖フランシスコをお願いいたしますけれども、フランシスコこそそういう信仰の人でしたね。神様が全てそれで改心したときに、もう服まで、父親に返して、全くこの、まあ、厳しい生活を営むようになりました。まあ、製品の成人だと言われるようになりました。まあ、セイフランシスコはこの大自然だとか動物とか環境を大事にしてたんですね。そういうことですから、ベルゴーディオ枢機卿が教皇になったときにフランシスコという名前を選びました。だからこの環境の問題とかそういうのは教皇様の話の中で一番よく上がってくる話題だということが言えると思います。まあ、ご店の冒頭にも申し上げましたように、今日は私の50、まあ、主催50周年ミサを捧げてお祝いしていただくわけですけれども、まあ、50年と考えるとそういう間にということを言えそうでそうでもないですね。長かったという感じがします。50年の曲がりくねった道だったんですね。さ、後ほどお話をすることになるんですけど、今感じていることは、まあ、今日の福音の最後の言葉ですね。私は取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけです。まあ、したかどうかということもちょっと疑問で思うんですけれども、まあ、そういうことを50年を振り返って感じていることですけれども、まあ、この末に参りまして、あの2年間ぐらいですけど、まあ、こういう処理さえでもいいと、そういうふうに甘じる皆さんですから、何とかやっていけるんですけれども、まあ、ここでやっていけるわけは、非常にこう協力してくれる人が多いんですよね。ちょっと複雑な共同体ですね。協
共同体といっても5つの共同体があるということが言えるぐらいですけれども、みんなの共同の代表者も集まっていまして、この位置を見せていると思いますけれども、まあ、名前を申し上げるとあれですけど、この佐藤久子さんだとか、富田慎吾さんとか、そういう方がいらっしゃるから、やっていけるんですね。何でもやってくれる。何もできないこの私でも、なんとかやっていけるという、そういう感じがしますけれども、まあ、この海さんの中で、この恵みを感謝しながら、この方々にも感謝していきたいと思います。私は信じます、唯一の神。天の父、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 すべてのものの救い主よ。私は信じます、唯一の主、イエス・キリスト。主は神の子よりも、すべてに逆らって父よりも高い、神よりも高い、光よりも高い、まことの神よりも高い。For government leaders worldwide, may they receive from you everything they need to lead nations. May the decisions they make be inspired and directed by the Holy Spirit, so that they will not rely on themselves but on you. And may the prayers of St. Francis of Assisi on our behalf be heard. Let us pray. Por todos los que sufren necesidad en el mundo, especialmente los migrantes, para que también sientan el deseo ardiente de buscar la patria definitiva en el cielo. Roguemos al Señor. Todo daño tameno, Pinoy. Que el Espíritu Santo conduza todas las comunidades de nuestra paróquia, levando-as nos caminhos de Deus, vivendo em união entre si e com seus pastores. Rezemos ao Senhor. Senhor, 神様の御霊により改心し、すべての財産、
そして生活の楽しみを捨て、多くの人の模範となり、生き生きとした生きた雰囲気、それを多くの人に伝えたフランシスコになられ、私たち一人一人、あなたの平和の道具としてお伝えいただけますように。牧者として羊の群れ、神の民である私たちへの惜しみない愛と献身、宣教師としてキリストへの豊かな道に導かれる限りない熱意に尊敬と感謝を申し上げます。これからも健康に留意され、マリア様のご保護のもと、私たちに力強い福音のメッセージと希望をお届けくださいますように。主よ、私たちの祈りを聞いてください。天皇の神よ、私たちの信仰を支え、本当キリストに従って歩む道を示してください。あなたからいただいたそれぞれの賜物を輝かせながら使い合うことができますように、私たちの主イエスキリストによって。あなたは万物の作り主、ここに住まえる葡萄酒もあなたからいただいたもの。大地の恵み、浄土の実り、私たちの命の糧となるものです。皆さん、この捧げ物を全能の神である父が受け入れてくださるように祈りましょう。全能永遠の神よ、初回記念日に賛美の生贄を捧げます。委ねられた奉仕の務めをふさわしく果たすことができるよう、弱い私たちに恵みを注いでください。私たちの主イエスキリストによって。主は皆さんと共に。心を込めて神を仰ぎ、賛美を捧げましょう。聖なる父、全能永遠の神、あなたの偉大な技に称え、感謝の祈りを捧げます。あなたの慈しみに支えられて生きる私たちは、この世にあって、
Cugino Arimi, immagino che sia caso di otori, cancia o sasage, che se ne accaete o se ne arrivasta. Mina, coreo che te non mi nasai, coreo a tassi no cino sakazuki, anatagata to o colo stavo panemi, me da sarete, se mi vai lus tonal, tarasi e enno che ia con uccide. Coreo a tassi no pinento ste, conai nasai. Sei rei no magivari non a cate,
Cari politici, パンは一つであるから、私たちは多数であっても一つの体になる。一つのパン、一つの杯に共に預かったからである。
聖女会の記念日にあなたの栄光を称え感謝の祈りを捧げます。祭壇で行われる信仰の神秘を日々生きることができますように、私たちの主イエスキリストによって、ulit, di pa nagre-record. Oh, sige, ulit. Okay. Like and share. Thank you, son. Subscribe. Thank you.